ニュースマグビです。8月初旬の夜、家族連れでにぎわう中華料理店に石田ゆり子さんの姿がありました。居合わせた客によると、石田さんは4人で座っていて、年配の女性2人に年下の男性を紹介してもらっている感じだったそう。楽しそうに会話をしていたそうです。石田さんが会っていた男性は、新進気鋭の帽子ブランドさらばのデザイナー坂口直明さん。この日は石田さんが会話をリードし、最初は緊張気味だった坂口さんもすぐに打ち解けていたそうです。ニュースマグビ